シナです。ナダルです。さあ、じゃあ明日よろしくチャンネル。はい、今日はですね、お互いのことをどんだけ知ってるの、まあコンビも組んで10年とかですか、芸歴も11年ということで、もうほぼほぼずっと一緒にいるんで、もうお互いのことはもうかなり知ってるやろうということで、なんでお互いのパーソナルクイズを出し合います。なるほど。でどんぐらい正解できるかって10問ずつ出して、例えばですけど、西野が好きなファブリーズの色はとかね、分からないですけど、ファブリーズの色むずっ匂いとかじゃ、香りとかじゃなくて、色、香りもわからない、色、何それ、緑以外あんのかな、例えばっていうね。きつい。それとか、あと西野が好きな唐揚げの直径とか、西野の好きな唐揚げの直径とかね、手出そうやね。いや冗談ですけど、俺当てに来てるからよ。ほんまにお互いが本気でボケるとかなしで、俺当てに来てるからよ。目指すは10問正解10問正解でいきたいなという、やりたいから。はい。変な視聴者の方もそれを楽しみにしてる。変な例出すなよ。手出てます。なんで俺手出んねんすぐ。はいということで、じゃあまずナダルさんのクイズからいきましょうか。それで僕が当てに行くという。はい。じゃあ第1問お願いします。ナダルさんのクイズ。第1問、お風呂に入った時体を洗う一番最初の部位は。なるほどなるほど。まあ結構簡単というか、簡単ですね。はいはい。せーの、こちら股間。ああちょっとちゃうね。陰毛です。いやほぼ正解やもん。いやいや俺陰毛でバーって洗って股間ってしたやんか。いやいやこれはもうほぼ正解でしょ。その陰毛ですって別にまあ股間の上のってことね。うん、そう股間は結構後の方やからね。陰毛洗って体全体洗ったから股間。股間で言うと最後。これは負けてくれよ。これは。いやもうほぼほぼ正解やって。股間。まあおまけで。陰毛と股間分かれてるって初めて知ったわ。いやいや全然股間これ一番最後やから。あそう陰毛から始まり股間で終わんの。変なの。汚いやん、ここ先洗ったら。いやいや陰毛でも汚い。なんか変な。普通頭やん。すみません、なんか変な感じになって。まあじゃあ正解でいいですか。じゃあまあ三角で。三角。正解でいいよとしたら。サービスね。はいサービスね。はいはい。頼みますといいから。はい。朝起きて一番最初にやることは。まあみんなやるんちゃうかぐらいの。朝起きて一番最初。まあみんなやる。まあこれか。はいはい。みんなやるかね。せーのこちら。コーヒーを飲む。なんやそれ。そんなんする？朝一で。何？朝一でもコーヒー飲むの？俺膀胱パンパンやねんけど。しょんべんやろ。いやそういうことだ。なんかその人体的な。それはみんなするけどさっていう。おかしなこと言ってる俺。簡単にしてんねんけど。俺お前に答えてほしいからさ。なんやろな。なんで朝起きた瞬間コーヒー飲むねん。いやなんかその絶対にすることや。人間が。そのなんかちょっとおかしなこと言うてるんですけどね。コーヒー好きやから。じゃあまあまあこれはよう言ってるやつ。これは当てやすいかな。はいはいはい。いきます。好きなお菓子は。好きなお菓子、俺結構これ西野は分かると思うな。あーせーのこちらじゃがりこ。おお正解。やったー。だってこれナナさんがじゃがりこ好きなんですって言って差し入れでじゃがりこめっちゃもらってる時期あったもんな。じゃがりこうまいよな。うんじゃがりこほんまにじゃがりこ。ナダルさんに差し入れはじゃがりこみたいな。マジで大好きですね。次、僕が一番影響を受けたゲームは。ゲーム影響を受けたゲーム、これはちょっとなんか成長できたなって。はいはいはい。せーのこちらマザー2。おおよっしゃーやるね。マザー2って言ってたもんな。これは結構言ってる。楽屋でも言ってるし。そう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 。マザー2簡単すぎるかな。ちょっとほらちょっと1個難しいでいきましょうか。そんなん全然いけるよ。難しいのちょっといきますかね。抜きたいけどまだ抜いてない親知らずは。あびっくりした。どこそっちか。抜きたいけどまだ抜いてない親知らずは V。 意味わかんない。抜きたいけど V。 抜きたいけどもう一回いくね。抜きたいけどまだ抜いてない親知らずの V。 V え、何バカってことで、親知らずやったら V っていうのは親知らずは歯やろ、親知らずやろ、親知らずの V。 俺がまだ抜きたいのに抜いてない親知らず、親知らずわかる、親知らずの V。 場所じゃなくて、場所、あ、場所や。え、ちょっともういいわ。せーの、右下、右奥歯、卑怯。何言うてなそれ。右か左かやんけそれ。上か下か上下あるやろ。もうでもこれはあかんじゃん。正解ちゃう？だって右奥歯、奥歯って右か左か二択にしてるやん。奥歯って右奥歯って下のことやんか。上の上はなんか右奥歯って言わへんくない？何？今日わからんこと言うてんねんけど。右下ね。右下です。V ってそういうこと。その V というか。親知らずの V って言ったらそう。場所はって言ってくれたらね。どうですかこれ、皆さん判定。どう思う？富永さん。まるで。まる。いや、あんま。やばい。いきます。はい。一番最初に乗った車は。はい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 。一番最初？うん。俺が買った車。はい。せーの、こちらセルボクラシック。いやすごいね。いやわかるよ、そんな基礎的すぎるか。うん、全然わかるよ。だってこの乗らしてもらったこともあるし、そうやな。うん、中央ブリン体に乗り上げて死にかけてんから。ほんなら俺が初めて買った CD は。わ初めて買った CD なんか言ってた気がする。初めて買った CD、 これ当てたいな。当てろ。はい、せーの、こちらサザン希望の輪立ち。ちゃいますね。微笑みの爆弾ですね。うわあれ悠々白書か。オープニングテーマ。ああこれは。ちっちゃい CD やからな。ああこれは当てれんかったわ。これ言ってたと思う多分。微笑みの爆弾って言ってたかも、そういや。言ってた。ああ悔しい。これは当てたかったね。はい。じゃあまあまあほんならこれもまあ何回か言ってるけどまあ分かってくるんじゃないかなっていう。はい、俺が焼肉行った時に絶対に頼む部位。V 置いて V 多いわ。いやいや、さっきは VVVV 一問目も V やしな。ほんでようよく考えたら V 多いって。焼肉で絶対頼む V は頼む V。 はい、いきます。せーの、こちら右塩タン。おおいいね、塩タン？塩タン。ああまあ正解でしょう。まあ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 どっちかというとネギ塩タンの方が好きよ。これやろ、ネギ塩タンめっちゃ好きな、めっちゃ好きなイメージ寄せてくれたの塩タンは。ちょっとせやね、ネギ塩タン、ネギついてるのが好きですね。ネギ塩タンめっちゃ食ってるイメージやね。ネギ塩タンばっか食ってる。ラスト2問、ラスト2問。俺が一番好きなラーメンは。おおはい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 、せーの、こちら家系ラーメン。あちゃうねえ、博多豚骨。博多豚骨やっけ。細麺好きやね俺。ああ家系にお酢かけてとか言ってなかった。家系も好きやけど俺博多豚骨のことは結構言ってる気するけどな。細麺好きですって。ほんま。ラスト1問。じゃあこれ俺が西野に対して思ってることです。はい、はい、俺が西野に対してここは直してほしいなって思うとこ。ここは直してほしい、うん、ああはい、いきます。これ当てたい。これ当てられるんちゃうからさすがに言いまくってるから、うん、はい、せーの、こちらお酒の量。ああ違うなえ、車のドアを閉める。ああそれや、めっちゃ言われてる。まだ閉めへんなこれ。絶対自分で開けた扉開けてそのままどっか行く。閉めろってこれ言うから。うわーそれは言われてるわ普通に日頃、はい、ということで、はい、西野、はい、6問正解。おー半分は取りました。まあまあ半分は取れたというね。半分取らなかったら相方失格ですから。ちょっといろいろ惜しかったな。微笑みの爆弾を当てたかったね。なるほど、6問。じゃあ続いて、はい、ナダルさんが僕のやつね。1問目、1問目、西野が好きな寿司のネタは何。一番好きな寿司のネタ。これもまあ一番最初に一番食いつくのはこれかなって感じです、うん、じゃあいきます。はい、せーの、こちらウニ。ウニか、どっちかと思ってんね。ウニかイクラか、ほら中トロも最近は食うようになってきたんで、うん、でも一時期ほんまイクラばっか食ってた。俺はロケでウニをほんまに塩で食べるウニに出会った時にもうウニ一択になったのな。イクラの時もあったけどね。はい、じゃあ続いて、はい、西野が好きなマクドナルドのメニューは。まあ多分こっち系やった気がするな。はい、西野が好きな マクドナルドのメニュー、せーの、照り焼きマックバーガー。おっしゃー、おーすごい。これはだいぶ難しかったぞ正直。いや、そんなにマクド行ってないんで、うん、よう当てたな。これはなかなか僕はあんま好きじゃないんですよ。じゃあ続いて、はい、西野が初めて買った CD は。もうこれお互いやっぱ出し合われるな。はい、初めて買った CD、はい、せーの、こちらアンダーグラフの翼。うわ、青いベンチが乗った。あー惜しい、めっちゃ惜しい。青いベンチは2個目でしたね。2個目か。初めて買ったが翼、2枚目が青いベンチでした。青いベンチの話してた気がする。あー、青いベンチも大好きですね。はい、じゃあ続いて、はい、西野がカラオケに行くと絶対に歌う歌は。これはね、奈良さんの前でも歌ったことあります。歌ってた気がするな。タイトルでいこうねんけど、曲があってたらいい？いいですよ。歌詞を言ってくれてもいいし。うん、じゃあ行きます。はい、じゃあ奈良さんから聞きましょうか。はい、はい、西野が絶対カラオケで歌う曲は何でしょう？エヴァンゲリオン。少年よ神話になれろ。葛飾ラプソディでした。そんなことないけどな。いや、歌ってない時ある。エヴァンゲリオンはこれ百発百中で歌ってたからな。それ女の子おった時な。エヴァンゲリオンゲームしてただけな。ああ、そう、碇シンジ君が出て歌ってる時にワンパートほどで交代するんですけど、歌ってる時に碇シンジ君出てきたの思わなかった。それはそれはだからゲームしてる時な。碇シンジ君もう出てこい出てこい出てきたーって言っての。俺が前と言った時、これそれはゲームや。女の子飲んでみたいな時のやつやろ。うん。だけど昔からやけどな。じゃあ続いて、西野が高校時代にやってたラジオ、この前さらされましたね。そのラジオのタイトルは。なんかこんな感じで気がするんだけど。ラジオ。はい、せーの、最終回。西野と加藤のお昼でしょうでした。おもんな。最終回、最終回みたいなこと言ってなかった。最初で最後の最終回。いやいや、最終回なんですけどもみたいな言ってたけど、最終回ってなんかセンスある系のラジオタイトルじゃないよ。はい、じゃあ続いて、はい、西野がナダルさんと組んでたチョコレートマカロン時代、前のコンビの時代の勝負ネタ、銀の竜の背に乗ってをもじったホニャララの背に乗って、ホニャララの部分は何でしょう。これは正直中田カウス師匠にも見せました、全校生徒の前で。どんなネタか覚えてんねん。でもその乗ってんのはもうこれかなって感じ。はい、ホニャララの背に乗ってどういうネタやったでしょう。せーの、相方。ああ、愛犬ポチの背に乗ってでした。ああ、でも相方には乗ってたよね。犬のぬいぐるみ乗ってた。あ、それこれはちょっとカウス師匠に見せた時いなかったっけ。俺は C クラスやからそういう場面に呼ばれてないの。大きい声出すだけやねんから。地下に閉じ込められて、ネタ見せ授業みたいなあったやん。地下に閉じ込められて鎖で繋がれて大きい声出したんだけど。おいおいおい、それクレームくんぞ。 NSC から。どんな怖いとこやねん。はい、じゃあ続いて、西野がナダルさんと組み立ての時一番最初に困惑してたこととは。あ、これは覚えてるね。うん、覚えてると思う、うん、せーの、これ LINE のハートマーク。 LINE でハートをつけてくる。正解。これはね、よう言われた。これがほんまにずーっと組んで1週間2週間やり取り、ネタ合わせどこどこでって言ったら「オッケー」ってハート。ウキウキのハート、しかも揺れてるやつ、ボンボンボンみたいなハート。揺れてるハートめっちゃ好きやった。なんでそんな相方同士で覚えてる。俺が言ったなんか分からん。ごめんとかにもウキウキハート出てた。普通やったらさ、ごめんやんか、ウキハート出てた、ごめん。そのウキウキしてる感じを想像したらめっちゃもろて意味わからなくて、今から打ち合わせなとか言って了解って普通やったら了解そうそうそうなんなんこれってずっとなんかワクワクしてるなんか知らんけど当時付き合ってた彼女よりもハートがなんていうんやろなんか知らんけどワクワクしてるっていうとこ思う。それはずっとしてた。おやすみっていうのも他の人にも知らん。友達におやすみって言うおやすみハートも普通に使ってたやん。はい、これは正直当たったら俺はすごい嬉しい。奈良さんと組んでから一番奈良さんが起こした行動で爆笑したこと、僕がまあヒント、キングオブコント優勝より前です。場所は場所ヒント、奈良さんの家です。前のこれかないきます。せーの、はい、ゴキブリ。ゴキブリ違います。ネタ合わせ中にかかとを打った。何だよそれ。逆立ちするシーンがあったんですけど、コントで「よしじゃあ逆立ちするで行くで」っつって、それ動画撮ってね、ネタ合わせの練習のかかとをバッて振り上げた時にこう後ろのドアノブにかかとを打ってバイン。しょうがないけど何がそんなおもろいのかわからない。ちょっと今思い出してもめちゃめちゃ笑えるわ。ほんま作ってないか今。ほんまに覚えてない。全然覚えてない。バッて後ろ足を振り上げた時にドアの方にバイーンってその金属の音がマジ2秒ぐらい響き上がって。犬みたい。俺によう言ってるけどほんまに何言ってるかわからへんから。ちょっと二人とも何言ってるかわからへんかったら一番。キャインみたいな。バイーン何がおもろいかちょっと全く分かんない。いやめちゃくちゃおもろい。いい加減にしてくださいよ。いやほんまにだから俺携帯変えるときにほんま新しい機種に変えるときになんか動画が消えちゃうみたいなのを店員さんが聞いて、その時にめっちゃ粘ったもん。この動画だけなんか残せないですかねみたいな。古すぎたから無理やったけどちょっとおもろすぎてんなあれ。覚えてないですね。はいじゃあ続いて9問目。西野がコンビを組んでから奈良さんに感謝していることとは。一番感謝していること、これしかないやろうな。せーの、こちら。はい、なんすか。おもろすぎるこれに限る。いやいやおもろすぎるなんか自分で出す回答じゃないみたいなでもそうやろ。いやいや芸人を続けてくれたことやいやいいこと書いてんだよ俺も。いやめっちゃいいこと書いてるけどおもろすぎるってなんか相方が出してんの俺はずいわ。なんか芸人を続けてくれたこと。いやいやおもろすぎるんじゃないの。じゃあやめるって言ってた奈々さんが俺と組んで続けるわって言ってくれたことが感謝。それはまあまあ続けさせていただいたという感じで。いやそんな話ですけど続けるっていうのを言ってくれたからさ。はいじゃあラスト、はい、ラスト10問目これで締めましょう。西野がコンビで叶えたいと思ってる目標は。これはわかるでしょう。最後バシッと決めて終わりましょう。叶えたい夢、叶えたい目標、夢芸人するならってことね。はい OK か。いきましょう。これは目指していきましょう、はい、コンビ西野がコンビで目指してる夢目標、叶えたい目標はこちら。せーの、年収1億。うわー M−1 優勝。お前カッコつけんなよ。しょうもないよこいつ。うわ当たるか。冷めるなお前ほんまさ。なんだカッコつけてよ。この先に年収1億あるんちゃうんかいなんか俺だけおいなんか株下げてよ。いやな M−1 優勝でええやん。もちろん M−1 優勝あるよ。そのからのこれちゃうんがいい。いや年収1億じゃないし、ほんで俺別に3億欲しいしいやでもお前キンキンの目標言わないでもちょっと問題悪いわ。いやいや問題悪いわじゃない。結局何問正解 ?2 問えぐえ全然やん。全然あかんとだっかえなんでウニイクラの時から小麦怪しかったけどあれこれは当たるやつやと思ってたけどあれってなっておもろすぎることでちょっともうあ今日無理やんっておーいや株だけ下げてるやん俺おもろすぎて年収1億っておもろすぎる年収1億あのまあ別れ好きやってくれまたね結成15年目ぐらいにまたやりましょう。ちょっと難かったですもんね。はいおもろすぎる感謝してます年収1億7月20日火曜日19時からルミネ座吉本で新ネタ漫才ライブがあります。はい、漫才ライブですけども M−1 を優勝を目指してね、2冠を取るためのライブというのがありまして、それがルミネ座吉本でございます、はい概要欄の方にチケット情報あります、うん劇場チケットもあります。オンラインチケットもあります、はい、コントも2本ぐらいやるのかな、コントも2本ぐらい下手やなコントも2本ぐらいやります、ということでぜひ来てほしいなと思います。見どころお願いします。はい、もう面白いライブチャイ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 お願いします。来てください。